警察とのあれが迷う、うん、来るかもね。チェイス練習するか。まあチェイスかレース、まあチェイスがいいか。いやでもチェイス、単純な、多分一旦車の操作が先だと思う。レースやと思うな。うん、だからいいよ。じゃあレースなんだけど、1位取った人には俺から1000万。おい誰よ。くんがいるとさ。うさんが1位の場合は。あんまりね意味ないと思うんだよな。これねこのレース練習あんま。僕ねそのレース練習あんまり意味ないと思うんですよね。なんで？ないと思う。なんで意味ないの？そう、2チームに分けてやった方がいいと思うんですけどね。報告の練習はしたいかもです。運転極めてから言えよ。てかレースだってレースやるんやったら分けてやった方がいいと。もうちょいで今の現時点だと、うん、いや俺前昔から思ってるんだよこれ。結局上手い人とやってもその変わらんから、レースはもう自分でコツコツやった方がいいと思うけどな。コツコツやるのかちゃんと、うん、コツコツみんなやってるのかコツコツ。最近しか聞いてないぞ。結構やってるけどね。やってるよレース。じゃあコツコツやった成果を見せてくれよ。だからそれをみんなでやってもあんまり意味ないから。なんで意味ないの？なんかないと思うで俺は。毎回思う。俺はちなみに大してやってないです。俺は大してやってない。俺は大してやってないけど、別に正直に。基礎だぞレースは。それでいい。毎回思う。街中走るってレースって基礎だよ。うん、毎回思う。それはぶつかるからとかじゃない？それぶつかってダーティープレイするからとかじゃないの？それだったらわかるよ。でもダーティープレイなしだったら別にめちゃくちゃ成長すると思うけどな。どこでこう曲がってどのラインでゆっくりすればいいのかわかるよ。それだから自分個人でやったらいいやん。みんなでやる必要ないやろ。やらんやつがおるから言ってるんやろわ。やらんやつがいるから言ってるんだよ。何を言ってんの？個人でやるよそれって思う。みんななんか極めたいやつがあるんじゃねえの？そうそうそう、今この瞬間に。そう、ヘリもやりたい人がいたりとか。会計も結構車ハマってるけどね。会計も。じゃあ分かった、こうしよう。チェイス練習をしよう。それでいいと思う俺は。チェイス練習で。チェイス練習した方がいい。じゃあ逃げ切れなかったらじゃあレースな。いやチェイス練習でまあ逃げ切れる。それもようわからん。じゃあ逃げ切れるんだったらいいよ。逃げ切れるんだったら。逃げ切れなかったら。わからん。まあやりたい結論言うな。やりたい人だったらいいやん。そうそう。それでくない？やりたい人やってるくらいかと思うよ別に。まあじゃあやりたい人やったらいいんじゃない？じゃあもうそれでいいよ。だからそれだったらチームだから分かれて昔前やってるみたいな練習の方が成果ある。カジノコインあれやこれ練習とかも。声聞こえてますか？聞こえてるぞ。落とした。だろ？と思わない。レースは別に個人で一人でできるし。ユニオンとか。それをやって個人で一人でできない。シーダーってやるよりは。チームで分かれて敵味方とか追わないとかでやあいつもやってるやつの方がいいと思うよ。俺でも下手くそがその報告やりながらできると思わないけどね。それを練習するんだ。だ練習をするためにみんなでやる。ちょっと一旦アーマー来てくるわ。なんかですね、あのね、まあ分からないんだよね、そういう気持ちが。気持ちがわからないっていうかね、
だから上手くなるレースにとっての意図を汲み取ってもらった方が早いと思うけどね。普通にこっちはこっちで戦闘力を強くするために話し合ってるし、そのレースの意図は何よ。レースの意図は普通じゃない、うん、だって別にレースして別に1位を目指すわけじゃなくて、1位はただの報酬としてみて、じゃあその1位の報酬別にいらんやん。ただの報酬じゃん1位は。競争のやる気を上げるための報酬ではある。まあでも今回はそのダイオさんが出すでしょ。僕からしたらダイオさんが出すっていうのもだから変なんだよそれが。なんでいつもさ、なんかその最下位が1位に払うみたいなのもあるやん。これそれは全然良くないと思ってて、うん、うんうん、それって良くないやん。分かる意味、うん、言ってる意味分かる。それは分かる。金の今回普通にただ1位、1位だけがもらえるだけだよ。だからそれをダイオさんがやるって必要ないよ別に。それを例えばプール銀から出すんだったら俺分かる、うん、なんで個人の金出すの。そこはじゃない、そこはまたじゃあ話はずれてる。報酬なしでやればいいだけじゃない。もうそう、だからそれだったら別にいいよ。それだったらいい。払うのが良くないのっつって。それだったらいいの。レースは意図ないやん。意図ないやん。いやだ、あとはそれだったら一緒に練習したらええやんじゃん。意図しかないじゃん。練習した方がええやんちゅう話。いやでもじゃあ一郎さん言うで、俺の金は俺の好きなように使っていいじゃん。で今回の件については会議みたいな他の組織にお金が流れるっていうことではなくて、組織内で動かしているし、別に俺は払っても構わない、みんなが成長するならっていうためのお金では、まあまあまあ、その流れであんまりつけてほしくないんだよね。俺は俺あんまりそういうの好き、もともと好きじゃないから参加もしてなかったし、もともとそれは、うん、あの最下位が1位に払うとかはあったから、うん、そんな勝てるわけないやろと思ってたから、うん、でその最下位のやつが俺もなんか最下位かわいそうだから、じゃあ俺から出そうっていう話になる。だからそれもそれはあんまり 俺はそれでもそれで納得いかんな。ダイオさんからもらうっていうのも、もし仮に買ったとしてね。じゃあそれもらわなきゃいいだけじゃない、うん、それも変やなんでなんでそれもらいたくないやったらもらわなきゃいいじゃん。やる意味ないやん。やる意味は普通にレースやればいいじゃん。参考でやった方がええやんか。どうしたの。でも俺はもう一郎さんその言い方と運転の運転めっちゃ上手くなってますけどねって聞こえるけどね。じゃあ俺に勝てるんだろうな。俺から1000万もらう前提の話で。いやそう、それじゃなくて別に俺はコツコツやってるから普通に上手くなってますけどねって言ってるように思えるから、別にじゃあチェイスやります。なんでそうなんだ。だからそれでそうだから、そういうことじゃない。だからほんまにお前そんなちゃうで。やってるんだったらそういうもんだったんじゃないの。できひんからコツコツ一生懸命ヘリレン毎日して起きてやって、で白川もそうや、あの裏でさ、あの衛星もつけずにヘリレンしたりしてんねん。一生懸命、うん、な、そうお前らみたいになパッとやってうまくできる、まあそんなことないと思うけど、やってると思うよ。もともとね練習もやってると思うけど、成長の速度はちゃうねや。みんなかいいじゃない。やる人募集、俺行くわ。オッケー、じゃあ来たい人来たいね。でよくない。あかんか、それは。強制するつもりはないけど、会議とか言ってるもそれでやってんだよ。いや、よくさ、でも雰囲気的に出ないやつはダメみたいな雰囲気もちょっとあるよ今。まあだけど、ね、出た方がいいに決まってるよね、そこは。なんでいいの。だって俺たちが目指してるのって構想で勝つことじゃないの。そらそう、直結すると思うけど、まあ普通に直結する、余裕で直結するけどね、運転で。わかるわかるわかる、間違いない。わかるよ、わかるわかる、それはわかる。それが分かったのになんで。それはわかるよ。まあ別の仕事があるならまだわかるわ。仕事なんかあるじゃない、ちょっと ゆっくりしたいなとかさ、薬なんでもいいよ。やりたいことが決まってなくても、レースをやりたい気分じゃないなって子がいたいとか。今人数6人だけどね、だけど他の子たちが出なかったらダメだろっていうのに馴染んじゃうと意見を言いづらくなるじゃない、そこが。そういうこと。あ、出ないと、あ、出ない人はダメなんだ、放送に貸したいと思ってないって上から見られちゃうってなったら、意見も言えなくなるでしょ。あ、じゃあ行きます、何かしたいなとか、他のこと話したいなとかあっても、あ、呼ばれちゃったんでってなると、成長速度が速いやつは行きづらいじゃない。それは行けると思う。それに合わせて頑張ろうと思うやつも多分いると思う。俺もそれだ、むしろ、うん、あの竹とか大奥みたいに技術を磨いて一生懸命それに追いつきたいと思って練習もする。な、ちなみに俺はヘリの成長はめちゃくちゃ感じてるよ。まあまあそれはヘリの成長は感じてるよ。練習してるのはね、分かってるからね俺も。でも俺は練習も大事っていうのも分かってる。
エースの練習が今一番大事かな。出ないとダメとか。出ないとダメとは別に思ってないよ。雰囲気作ってないけど、ね。出てるから。出てるから。つもりはなくても、そういう形が感じてるってことはそういうことよ。だから、別にそこは、なんだろう、俺はどうでもいいと思ってるっていうか、だからその、来るんだったら、じゃあお金あげるよっていう感じ。あ、ってことでしょ、デラ君が言いたいのは。俺に勝ってみろよ、みたいな。1000万あげるぜって感覚でしょ、簡単に言えば。一緒にやろうぜ、みたいな。うん。どうでしょ、普通に。まあそうだね。だからみんなの、なんかたまによく普通にやるよな、デラ君とな、みんな。それ上で話し合って、難しいな。そうなんか上で話し合ってそれできる人たちで話してもそうなるよ、まあ、しかも上とか下もないしな、みんな平等だしな、うん、そうだよ、誰も上じゃない。なんでそれ序列を作るんだ。上っていうか戦闘面でみんなが活躍できるようにそこで、いや序列じゃないよ、戦闘じゃないよな。え、何を言ってんの。序列のようにするんだ。序列には別にしてないじゃん。え、戦闘の補佐と俺で話し合って決めてるのを下ろしてるだけだけど、あ、決めてる。それを話し合って決めて、じゃあそういう風に練習していこうって話になってたね。なってるよ。なってるよってか、そのレースとかに限ってはもう普通にみんな個人個人に任せる、ずーっと、うんうんうん、ずーっと任せてるよ、うん、でそこで報告の量とかもさ全部言ってるわけじゃん、こっちはこっちで、うん、でそれもう俺からしたらまだ全然治ってないなと思うんだけど、タケからしたらそれやるための努力はしてるの。あ、じゃない、タケからしたらみんなにこれまで、まあ、タケが入って半年ぐらい経つやん、組織に。で、ナンバーもらって先頭のね。そっからみんなに個人個人任してきた結果が正直出てないってことだね、そこはな。で、それ悪いって話じゃなくてね。正直、改善されてないと思うわけでしょ。もう全然出てないよ、一切。うん、でもなんか、それをね。大型で、まあまあまあ、うん、え、何を思って大型言ってんの、金欲しいだけ。あ、もちろん違うよ。まあ、なん違うでしょ、まあ、俺たちは何かしら考えながら言ってるでしょ。付き合いが長いからこれできるけどさ、うちは20人ちょいいるじゃないねって中で、それがベースになっちゃうと自分の言いたいことも言えんくなるのよ、人っていうのは。そういうもんなの。でも上から上の人からしたらそれが分かんないと思うんだわ、うん、だから上じゃないけどね、なるんだよ。あ、上って言ってた、もうそうなっちゃってんだ、ごめん、うん、俺の中でも、まあ、でもそういう雰囲気になってんだよ今。そう、序列になってきてるんだよ。じゃあごめん、じゃあ一郎さんとジョバが言いたいのは、今のこの現状っていうのが、なんか、嫌だっていうことを言いたいの。違う、ね、違うの。もう一回言うよ。別に、レースをやりたい、やる人、じゃあ俺ちょっと今回不参加で、OK で終わりなのよ。でもそこ、ちょっと参加しないって時、なんでお前来ねえんだよ、みたいな。お前らさ、個人で任すのに上手くなってねえだろっていうのを言ってしまうと、あ、すいません、出ないとってなっちゃわないって話をしてるの。それは言ってないよ。いや、今、あ、怒ったやん、それが。今怒ったやん、うん、俺は言ってるよ、この瞬間。そう、怒ってるやん。だって自分、聞きにも来ないじゃん、全然。どうしたら上手くなる、どうしたら強くなるとか。そうそう、今怒ったことが、まあ、俺たちはさ、付き合いが長いじゃん。こんな言い合いしたって、を引きずらないけど、他の子たちは関係値の差があるから、じゃあおめえさ、上手くなってなくね、俺に聞きに行こうよって言ったら、何も言えなくなるよ、多分。すいません、聞きに来ないじゃなくて聞けない可能性だってあるんだ。だからその言い方は、俺にはヘリの練習みんな聞きに来るよ、うん、一緒にやりましょうって。会議もしかり、ニートちゃんもしかり、白川もしかり、うん、みんな聞きに来る、うん、なんで聞きに来ないのじゃ。自分に責任あるとか思わない。いや、それは別にタケに責任があるって言ってるわけじゃないよ。これはいや、マジで思わないね。地上で責任来る、マジで誰にも聞きに来てないからね。ナタルさんにもダイさんにも俺にも誰にも来てないからね、地上に関しては。聞きに来ないの。うん、誰も来てない。だって、え、なんなら陣平さんにすら来てないじゃん。陣平君に関しては起きてないからね、うん、起きてる頻度のあれはあるな、うん、陣平も自分で来たけど起きている時も来てなかったじゃん、うん、でもなんか頻度じゃなくて、元々がなんか違ったっけ、うん、それもこの間来た時、うん、昨日そうなんよ、なんかそういう風になってるよ。それは、それ君とさんから話振ったからじゃない。いや、そ、まあ、それは、うん、まあ、それもあるとけど、ちょっと前の話やね。だから、その辺は君とさん、多分感じてやってくれてるんだと思う。そういうの教えたってくれよ、みたいな。そう、で、なんか、純平も、タケと同じタイプでさ、聞きに来るやつ好きってタイプだから、そうそう、なんかみんなの方でアシストしてあげてさ、純平聞いたら教えてくれるぞって言ったら、俺じゃあ、純平さん聞いてみますって、だったりしょるで。どんどん序列になるぞ、そうなると。聞きに来いだったら、うん、まあでも
そうなんかそれ、うん、いやだから序列どこじゃなくて戦闘面でまた任されてる俺がいるんだったら、まあそうだな、確かに聞きに聞きに行くのは普通に何がだからあのね強者の考えなの、感覚なのよ。だからそれに追いついてこいっていうのは分かる。落ちたことじゃなくて仕事を聞きに来いって言ってんの、自分がやるべきこと。うん、それはね、それは俺は理解してる。俺が戦闘面別に強くしたいって思ってるのってボスが強くしたいって言ってる希望だからね。ボスの希望を聞いて強くしようって思ってるだけだからね、こっちは。でボスが別に強くしたいなって思ってなかったら一切やんないよ。わかるよ、タケが組織のために動いてるのも分かってるし、分かる分かる。でもそれはみんなタケには見えてないのかもしれないけど、みんな組織のために聞きに来ないっていうか、俺聞きに行ったりしてるけどね、ちょくちょくみんなにね。だからちょっと前になるけど、タケとも話はしてない、一緒に2人でとかさ、だいぶ前とかやったりとかもして、まあ他のメンバー知らんけどね、正直他はどうしてるかは分からんけどさ。いいかも、ボスの感覚はちょっと違うっちゅうことや。こんだけ人もいるやね、今日だけのメンバーじゃないや、毎日ね10色と色 のパターンがあって、救急いるよ、いろんなさ、ね、10色と色10人と色やね。あ、10色と色やね、うん、10色と色ちゃうの、10色と色10人と色か、10色と色、ごめんごめん、ちょっと逆や、10色と色やったらごめんごめん、まあ、間違ってはないけど、間違ってちょっと逆や、間違ってはないけど、まあ、いろんなさパターンで20人お前今何人いるか知らんけど、組織がケース練習いっぱいいてね、うん、とかってあったらさ、オッケー、ちょっとやっといて先、うい、だから0.03222にしときます。うん、でこれで行きたいメンバーでね行ってやるのもいいし、会期とか一応もよくやってるやん、それでヘディレン募集みたいなこと言ってさ、取れる人やろうとか。ヘディレンはヘディレンはバカ成長してるのは俺わかるよ、うん、それやってるの目に見えてるし、こっちからしたらだから、まあ割とどっちからと思うで、それか戦闘部門はまず俺だと、申し訳ないけど成長してないからこれからは俺の言うことを聞いてほしいってちゃんと言うかね、みんなの前で俺の言うことを聞いてくれって。最終手段やけどね、うん、でもそう、でもそういうことじゃない、でも今そうなっちゃってるやん、今めっちゃ自由にさせてるよ本当に。自由になった後にそのお前ら成長してないから言うこと聞けって言っちゃうと反動があるから、どっちかに振った方があのメリハリつくんじゃないっていう、うん、そしたらあのみんなもあそういうことになったんだってなるからさ、組織としてメリハリって、だって現状でさっきの誘いはさ、そのフラットに言ってると思うよ。何がだ、見たらレース練習しようって感じで軽く誘ってるよ、うん、あでだからさ俺からしたらそれでまあ一郎みたいな意見がさ、あのまああんま見ないと思うんだよねっていう意見が出ても、それも一個の意見じゃない、十分な、あそうなんやみたいな、レース意外とおもろいでみたいな、来てる時来ないよ、よくない、なんでこんなこじれてお前らに自由にやらせたら成長してねえと思うとか、誰も話聞きに来ねえとか、そんな大事になるようなことじゃない、こじれさせたのはそっち側じゃない、俺はレースの話から脱線させて、違う、まあまあそれは俺が悪いな、そうだ、そうだ、ごめん、俺は途中いなかったから、まあ、俺が話した、俺の意見としてはそのレースとかじゃなくて、うん、その、こう何追う側追われる側のあの近藤さんがちょっと前にもちろん分かるよ、それ本当に分かるよ、そうそうそう、うん、特にまあ無線とかも俺も無線今さ、このあの無駄なこと喋っちゃうから断捨離とかもしたいから、追う側も追われる側も一番最初に必要なのってレースとかの根本的なところじゃん、まあ、技術ね、うん、小峰さんもハンさんとかもレースが上手いからあんだけ地上の戦闘も上手いって、俺が一番持ってるのは構想って、構想下取りって打ち合いじゃなくて運転上手ければ勝てるの絶対に。まあ、例えばさ、まあ、分からんけどそのレース、まあその意図、まあ今分かったわ、レースのその基礎の部分しっかりしようぜってことでしょ、うん、基本練習しようぜみんなでみたいなことでしょ、一応、うん、さん1000万が掛かってるの、そうなんで大夫さんが出してんのっていう話、俺からするとまあ、だから戦闘部門からしてのモチベーターやね、っていうのは分かった、まあ分かったけど、そうそういうのをこうなんやろうな、なんかこうそうそういうの、俺は昔からそういうの、なんか君とさんがあの買ったら買った人が総取りなみたいなのがあんま嫌やったか、俺は参加したくなかったそれ、うん、まあそれはなくそう、そう他なくして、でも一回二人に意味がないと思ってた、二人に覚えてほしいのはヘリもそうだけど。運転技術だけあれば絶対に構想も勝てるから、それだけなんだよ本当に、打ち合いじゃなくて、それは分かる、言ってる、
だからそのツーマンセルで今やったりとかってやってるでしょ、大型で。運転技術が備わってきてから報告なんだろうなっていうのも分かるし、分かってるから、だからめっちゃ最近報告多めにしてくださいって、報告の仕方とかも共有に書いてます。でも運転技術が守らないから報告とかもできないんだろうなって俺はずっと思ってるのよ。うん、あ、運転にいっぱいになってね。うん、だからその基礎練をやろうぜっていう話。うん、まあ、分かった。まあその あの説明で俺はちょっと、俺もちょっとなんかちょっと熱くなっちゃった、ごめんね。うん、全然いいよ。俺もあれまあその辺はいいんだけど、まあだからその辺は多分もうちょっと、うん、だから言ったら、その竹からの目線を下げて言ってあげた方が分かりやすくなると思う、みんなも。もっと噛み砕いて言った方がいいか。そう、レースやれじゃなくて。そうそうそう、レースやれやったらなんかもう、あ、もうナンバースリーの竹さんが言ってるってなっちゃうから。うん、うん、そうそう、圧倒的に信頼があるから大丈夫だとは思うけど、それに関してはね。うん、タケが言ってるんだったらみんななると思うけど。まあなんでこんな脱線したんだろうな。あ、まあよくわからんけど、それに関しては。じゃあ、じゃあ、まあまとめるけどじゃない、うん、そのお金を出すのが嫌だということであって、うん、お金を出すのが嫌だ。まあ難しいな。うん、いや別に今回に関しては別に何出すとかないけどね。まあ、俺はいいよ、別にお金絡もうが何しようがお金は出すけど、別にね、うん、なんかあっても。あと別に今回みんなで出すって意味じゃないでしょ、大学に言ってんのは。俺が勝ったら1000万出せよとでしょ。そうそう、いや、まあそれもだからあんまり俺としては良くないなと思う、うん、そうかな、なんか逆にこう意欲が上がるんじゃないかなと思って俺は出したけど。まあね、単純にね、まあ単純にニートちゃんとかはめちゃくちゃ上がるんだろうなと思う、金持ってない組はね。まあでも別に俺はマジで、まあモチベーションの一個としては全然いいけどね。本当にどっちでもいい、もらえないからって別にもらえないもんだと思ってるから、金なんて。こんなレースで、分かった。いや、すまん、ちょっと俺も熱くなったわ。全然俺も熱ったから、うん、ごめんなさい、まあ、俺も。まあこれでどっちもその、まあ、何、そう、でも言いたいことはその目線が違うから全然見えてる景色がやっぱ違うんだよ、全然。うん、竹が見えてる世界線の、それ分かるよ、もちろん。そう、この俺らが見てるの世界線と成長速度っていうのはやっぱ全然一人一人違うから。でもね、うん、俺はそれ今噛み砕いて情報共有にも、その報告の仕方なり何なりっていうのは俺だいぶ書いて、ツーマンセルだって全部全て結構下げたけどね。だからまあ多分竹なりはそれなってるとは思うけど、だろうな、こんだけ人が多いと思う、これでも思うんだよね、何人だ今うちなると。まあでもこのチャットってみんな入ってるの、これ入ってるだ、さすがに入ってるんじゃないの、さすがに入ってるだろ、もう皆殺し。あ、だからあれだよ、おでんとかわかんないけど、さすがにあのギフとかさ、ニートとか入ってるだろ、それはね。確認してみるわ。入ってなかったらびっくりするけど、まあまあそれ知らない、知らなかったことだ。ニートちゃん入ってるよ。ああ入ってるでしょ、うん、だったらそこまでは入ってるはず、うん、そこまでの人は。だからまあその上だけでっていう、その何ナンバーでその話してることはめっちゃいいことだと思うよ、うん、俺もそれが今のナンバー制度のその噛み砕いてボスからナンバーその構成員っていう図でこう噛み砕いて言っていくっていうのは多分もボスの意図だから OK だと思うんだけど、その、なんだろうな、でも俺はそのみんなに話したけど、報告とかやってって、それで会議みんなでして集まった時にやろうっていうのも、なるべく店頭のことに関してはみんなに共有しようと思ってる。うん、そこの情報とかは下ろすようにはしてるよ。まあその辺も含めて、そのもうちょっとこう目線変え、もうちょっと変えても変えてほしいっていうことかな、俺が言いたいのは。どうもっと目線変えればいい？逆に。めっちゃ難しいけど。うん、まあ例えばその、まあ、その戦闘技術の、まあそのさっきのハンさんとか小峰さんとかこのの例とかを出して喋ってあげると分かりやすいかもしれんな。うんうん、レースいっぱいやってるからこそ、まあ君とさんもそうかな。君とさんってうまいや。
てめちゃくちゃ、うん、うまい方だと思うんだけど、まあダイオさんもねうまいと思うんだけど、まあそういうレースによう出てるダイオさんなんか特にあの大型のレースとかも出てるから、うん、まあそういうレースに出た方が運転うまくなるよみたいなで、まあそういうことをこう言ってあげるというか、うん、そういう感じで言ってあげた方がいいかなとは思う。なんかレース出ろよみたいな感じじゃなくてね、まあ、そういう感じになっちゃに聞こえちゃってるっていうことかな、うん、まあ、まあそういうことっすね。でも上からしたらその言った情報とかそういうのをやってないことの方が多いんだろうなっていうのを大型島取りとかの勝敗とか内容で一致できちゃうから、そこも歯がゆいとこなんだよね、俺からしたら。だから今で言ってることとか伝えてることはやってるのに、それを落としてるのにそれが浸透もしてないし、やってないじゃないって自由にやらせるのにってことだよ、それはな。そうそうそう。金吉さんもずっとコンビニ強盗とか銀行強盗とか行ってチェイスとかでやったら運転うまくなるよとか。で犯罪したくないのかなって思って、まあレースとか直結できんじゃないかなっていう感じになってるんだけど、これ結構残酷な決断かもしれんけど、うん、もう2つに1つなんよ。1個はこのまま自由に任せてみんなを信じるか、2個目は強制力を強めるかしかないと思うよこれって、うん、本当どっちかだと思ってるから、中途半端になっちゃうと、ね、ってなっちゃうから。それってね、自由今自由にさせてるけど、言っても言わなくても結構、うん、そのやっぱり強くなったり上手くなったりすごく現れたら、そうまくならない人はだん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 嫉妬してって、そのモズに対して構想とかで何も活躍できないって陥っていくと思うんだよね俺。まあまあ何もできなかったって。でその時にこの俺からしたらこの戦闘部門の責任になると俺感じてるから、そこは誰かの責任に直結しちゃうのが怖いから、今現在。まあでも、うん、まあ俺もさ、もともと何にも別に車もうまくなかったし、ヘリも別に乗れへんかったしで、うん、あれだったけど、まあまあ今普通にそこそこやって、そこそこやから、まあ、やれば多分ね、そこそこにはみんななるんだろうから、うん、ヘリは俺よりうまいじゃん。なんかいや、うまくはないけどな別に、まあ普通波の上ぐらいじゃん、波の上ぐらい。まあ、どちらにせよさ、最後に操作するの、操作ってなんだそれ、筋肉動かすのは自分自身だからさ、うん、その本人にやる気がないとね、どんなに周りが右往左往をしてもさ。でもそんな子はいないのかね、まだ分かんねえや、全員と関わりが俺も深いわけじゃないから分かんないけど、うん、まあ、結構だからその矛盾も感じてて、大型でそうとかこう構想に勝つ、まあ俺らとかはね構想に勝つっていう、島取りに勝つっていう、こう欲みたいなのは高いと思うけど、うん、なんやろうな、その終わりにこう大型の欲、モズ全体のそのなんやろうで言うとあんまりいかないっていう感じの。そう、俺でも全部言ってるけどな、俺いたから。まあ確かにね。俺は全部。竹は全部言ってる。まあ一郎も言ってるよな。でも1日にどんぐらい、平均 2.5 回ぐらい、でも取れたらめっちゃ行ってるイメージがあるんだよ。そう、なんかまあまあ波があるよな、昨日とか1回だったし、うん、まあ島取りやったからちょっときついなった。警察官が序盤に少なかったから、そう、まあ警察の人数も相まってさ、うん、できる人はできないから、うん、その辺もやな、まあ技術は大事だからな。そうなんだよ、うん、でもそうやね、聞きに行くっていうのは難しいからね、環境っていうかそういうのを作らないと、うん、正直だって聞いてもわからんもん、ぶっちゃけ。例えばさ、銃構えてこう撃つときどうやってやったらいいですかって聞いても多分1回じゃ全くわからんから。うん、まあでもこっちも銃の撃ち方に関しては難しいからな、ね、説明が難しいよね、教えるのもね、感覚だし。まあ、でもちょっとそうやな、そういうちょっと雰囲気もなんか、まあそう、1週間強化ウィークとかにして、その1人だけ重点的に教えるとかな、極論ね、1人ずつね、もう無理ですよ全員を見るのは、今週はあなたみたいな、もうあなたに全てを捧げますぐらいやって、
やってあげないと起きれない日もあるしさ、夢の世界の事情とかもあるじゃないみんなね、ってなった時に、そうそう久々に起きてきておめえらやってねえじゃんってなって、えってなっちゃうよりももうね、みんなにみんな平等に教え続けるの無理だから多分、うん、そう今だって6人しかいないし、うん、って考えるとね、でもそう、そんぐらいしてもなんかね、あでもいいんじゃないかなと思うけど、僕のね本当に、うん、失敗して悔しい思いあったら練習はするはずだから、うん、まあね、失敗して悔しい思いの後続時間が短いんだろ、すごく今その時間くさーと思ってて、もう1週間ぐらいさケロッとしてるんだよな、あのアンブレラの構想でめちゃくちゃ変わるんだろうなって一瞬思ったら思った、あまあまあさっきからしたそうじゃないんだろうな、うん、本当に1週間だったらみんなケロッとしてたから、えでもなんかもうそれもうなんかまあ仕方ないとこもあると思うんだよな、なんかな意識の差だよな、でも前もだよジョバ、結局じゃあそう思うやつもいるもんだって、しゃあなくね、それとかでめちゃくちゃ頑張ってるから、うん、無理、それを否定されたら無理としか言えない、ごめん、きついだろうし、そう無理なものは無理なんです、あと、まあ、でもジョバはでもあれじゃ ん、ジョバって意外とてかだいぶその練習とかあんまりしないじゃん、うん、しないね、うん、あれはそれは なんでしないのかっていうのは心理的に教えてほしいな、なんで別にしてないというか、あしてない、なんか少ない少ない練習量が少ないじゃん、あのわかんない、俺の中の練習で言ったら、うん、例えばね、君とさんとたまにこの前チェイスやった時も、うん、お前見えないうち上手くなったなって言ってもらったんだよ君とさんには、うんうんうん、それお前こんな運転できるようになったか、この車体制御そこできないと思って俺負けると思ったけどついてこれたなとか褒めてもらえたのも、うんうん、別に俺ってなんだろうな、このレースとか確かに出とらんかもしれん、大学みたいに、うん、そういうね大会で出てないけど、例えば3時以降俺起きてる時間物理的に長いから自信あるんだよ、うん、そこは俺とイチローは長いからっていうタイミングで誰かと話しながら、例えばね2人でさ車乗りながら、じゃあ今からちょっとジャンプ台行くわとか言ってダブりながらジャンプ台飛びに行くとか、ジンペイと仲いいからさ、ジンペイ出した時も車で運転しながら、お前ちょっとここさ飛んでみろよとか、誰かと一緒にやれたらできるってことね、あの雑談ベースでやったりしてんだよ、イチローとかともさ、うん、ジョバこれ知っとるかみたいな、これ前見つけたんだけどこのここジャンプ台いいんだよとか、お前これ知らんやろっつってここ飛べんだよっていうのを無線2人っきりの時とか、うん、強くなることを練習とかそういう感情を持って仕事と思ってやりたくないってことね、そうそうそう、夜な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 、うん、なんかこんなあるんやねとか言いながら、あそうなんだっつってダブりながらやったりとかしてて、多分それが積み重なって君とさんにお嬢も上手くなったらお前思ってなかったよみたいに言ってもらってるだけで、そんな確かにみんなの方に向かって俺は発信してる方じゃないと思う、みんな練習しようみたいなのは言ってる方じゃないの分かってるけど、この時間は組織の薬練ったりとか、みんなコメント欄落ち着いてるのに鼻取ったりとか武器作ったりとか受注時間回ったりとかいろんな他のこともやってるよっていう、それはみんなだからそこ分かってほしいなっていう、うん、それだけ。なんか誰かと一緒に喋りながらできるようなシステム作れたら作るわ。うんうん、そう、なんか、まあ、考えてみるわそこ。多分話しながらやった方が楽っちゃ楽ってことでしょ。てか楽ってか、じゃ自然にできるってことでしょ、自然に。そうそう、なんかまあみんなでこの時間、あもちろんニートちゃんみたいにみんなでレースガンガンやっていきましょうってタイプはそれで OK だと思うんだけど、うん、こんだけ人いるとさ、あ絶対出なきゃってなっちゃうことがいたら、それもそれじゃない。うんうんうん、あ上の人に言われたら絶対行かなきゃいけないんだとか、あ言うこと聞かなきゃいけないんだってなるよりは、なんか例えばさ、ちょっと最近どうなんって話聞いてあげながら、ちょっとこれ一緒に2人でバトルしないとか、うん、君とさんの時そんな感じだったんだよ、うんうんうん、ジョバ最近頑張ってるなって褒めてくれて、2人でちょっと一緒に練習しないみたいな言ってくれて、だから、うん、メンケア含めてみたいなもしてあげたらゲラするんじゃない、それは。それとかあのほらボスがさたまに指名して君とするレースやるぞ俺と勝負だっていうのを見たらちょっと羨ましくなるやん、まあ、確かにそりゃそうだね、だからなんかそういうのとかでも、まあ、結局みんなついていくんだけどね、そうそうそう、まあね、そうなんだよ、だから結局一緒にやりたいからって言ってこう、うん、行ったりすると思うけどまあそういうのとかもいいと思うね、やってあげたら喜ぶと思うし、あと2人じゃなきゃ言えないこともあったりするんじゃない、わかんないけど、うん、話とかでもさあったりするだろうから、そこで聞いてあげたりとかね、だから俺はその難しいんだけど、その今のナンバー制の感じで序列にしたくないけど序列になるやん結局は。俺そこがちょっとわからないんだよね。
それはだからなってないから、なってない人となってない実写の人が決めてるんじゃないの、それ。やっぱナンバーついてるからちょっときついかもって、そのそれを払拭して話しかけないと。それでもナンバーついてる人がやらないと無理だと思う。どうやる？それ教えてほしい。だからもう難しい話なんだよね、それは。まあ、ついてないナンバーじゃないか言えないところ。どこまで行ったらそうついてない人間側の意見になるから、そう、わがままとか文句っぽく聞こえちゃうんだけど、うん、どう言ってもね。うん、でも俺とかさ、もう一郎とかさ、タケとのなんぶつかり稽古じゃないけど、なんか当たって砕けろみたいなのできちゃうタイプだからやると思ったらね、今度言い合えてさ、いけるんだけど、全員が全員そういうわけじゃねえのかなみたいな、うん、これは俺の妄想だから、俺が間違ってるかもしれないんだけど、うん、難しいな。そうそう、難しいんだよこれは、うん。